待て、はい、そして武藤黒子役、目黒蓮さんも全然終了です。ある女の子だったので、苦しいこともあったし、でも本当に、監督目黒さん、皆さんのおかげでとっても本当に支えられましたし、幸せでした。このチームの皆さんの中でミオを演じられたこと、本当に幸せに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。こんな自分はすごい未熟者で、でも本当にたくさんの皆さんにいろんなことを教えていただいて、皆さんの愛情をすごく感じながら、いっぱい学ぶことができました。まあ、ここでここで学んだことを、まあ、無駄にせずに今後にしっかり生かしていきたいなと思います。まだまだ、まあ、作業は続くと思うので、本当に皆さんお体に気をつけてください。楽しみにしてます。